ポージングもダサいな。うん。ちょっとぶっちゃけましょう。はい、ぶっちゃけましょう。あの海外の選手ってポージングダサいんですよね。見てあ、でも分かるかもそれ。なんか結構考えてるってなんかすごいなんかみんな言うんですけど、うんうん、なんかぶっちゃけ普通にダサいぞって、うん、オリンピア出てる人でも。いやダセーなーって思うし、うん、なんか特にライアン・テリーが僕めっちゃ嫌いで、そうなの、体似てて、もちろんすごいですよ、体はすごいって思うんですけど、うん、撮る要所要所のポージングとかがめっちゃダサいんですよ。まあでも分かりますよ、分かりますよ。でもちょっと言っていいですか、はい、その僕はダサさを考慮しても好きなんですよね、うん、ああなるほどね。そう、もうそれがライアン・テリーだみたいな感じに、確かに確かにいつものライアンだねみたいな。